たただ、ね、私はとにかく面白がってて今までで聞いてたんですよ、ね、そのディスカッションの時間が短くなるなというのはむしろ良かったぐらいの話でもともとねこんなプロ,ジェクトプログラムで、えー、できるわけがないと私は思ってまして <laughs> だから全然驚いておりません今までで良かったのですこれが普通のやり方だった正しいやり方だとその中で私非常に思ったのはですねやっぱり女性ってすごいなっていう感じですね 男はねダメなんです。<laughs> 目移りすするんですねあれがいいかなこれがいいかなってなるべく決めないわけですよ。ね自分の進路もそれから仕事もそしてちょっとお金が高い方に行こうかなとかねそういうそのまあ、えー、ダメなんですよ男っつうのは。 それは会場にいてもそう思ったんじゃない男子学生そうでもない君たちはしっかりしてるかもしれないなあのうちの私の東京の古子大ですがあの学生に、えー、どうして大学来たんだと聞いたらですね、えー、選択肢が少しでも大きく多くなるからだとまあそれは一つの答え方ですよねで何、えー、か選択できたのかっていやまだだめですと。 できないんですよ大学行っただけではそう簡単にはね自分が何に適しているか何が自分は好きなのかっていうのがわからないような仕組みになってますからとりあえず給料の高い企業に行こうかという選択になってしまってだいたい1年から2,3年で失敗したと思うわけですもう早い人は半年ですねでその後非常に厳しい自分の職場っていうかね 人生をどう送るかっていうことに悩む,悩むような時代が来るわけですそこ,そこ行くとですね、えー、農業女子の学生たちは早い時期にですね私はこれをやるんだと信念持ってお話しされてましたよねそして選択してみて本当に楽しかったという発言が出てきたのは本当に私はあのまあ私も嬉しかったなと思います で、そういう農業ができる国にしなきゃいけないんですよ、農水ちでうね、そう思うでしょ、頑張,ります頑張ってくださいよ、規模拡大だとか、アメリカのまねしてもダメなんですし、TPP なんかを入れて、ですね、その日本の農業が成り立たなくなるのも、これ、だめ、ここにいる人たちが路頭に迷うようなこと、絶対しちゃいけないですね、いやまあ、そういうとあのな、なんかなるかな、大丈夫だね。<laughs> 今日は何を言言っっって言っててもたからねでそこでですねあの、えー、パネルディスカッションなんですが特にこの農業高校の,あの女,女子の方々にですねさっき農業の魅力農業と人生農業農村の再発見あなたが考える農業高校のこれからとこう4つテーマが出ましたけどどれでもいいですよ自分はこれで1つあのお話ししてみたいと。 例えば、農業の魅力ってこんな魅力なんだってね、男子の学生に教えてあげてほしいんだよね、多分3割ぐらいはまだ分からない学生がいるかもしれない、はい、私は農業やの野菜専攻なんですけど、自分たちで種、葉種からして、それを育ったのが収穫してで、私たちの学校は学校周辺の地域にあの作った野菜を。 販売すするんですけどその販売した時に地域の人たちがありがとうとか美味しかったよとかまた来てねって言われるのがととても嬉ししいいいいですすはい、ありがとうございます <laughs> 素晴らしいねね本当私は高校で食品について学んでるんですけどその授業の中で、えー、その栄養素が体の中でどのような作用をしているのかということを学んで。 本当に食べることは生きることだっていうのを授業を通して実感することができましたしその食品のありがたさ食べることの大切さを実感することができました、えっと、そういうことを学べるのは農業高校ならではのことだと思うのでそこで学んだことをその普通科高校とかでの人とかみんなに伝えること が大切だと思っています、えー、<laughs> また農業高校は、えっと、人と協力しないと何もできないので、えー、協調性やチー,ムチームワークの大切さも学びましたこれからも大切なことだと思うので本当に農業高校ではその人とのつながりを学べるところだと思います,、はい以上です ありがとう。素晴らしい。はい。じゃあ私はさっき作物専攻の話をしたので、えっと学科外で学んでいる小川先生から学んでいる生物活用の話をします。生物活用ではフラワーアレンジメントでブーケやリースなどを作り,作りました。その中で作ったものを。 おばあちゃん家に持っていくとわあ綺麗だねって誰が作ったのって言われるんです私だよって言うとえみたいな <laughs> 本当に作ったのみたいないつもなってで、それを毎回作ったものを持っていくと飾ってくれるんです。で、あまり 話さないおじいちゃんとおばあちゃんなんですけどその私の作ったものがあるとこれ、えりかちゃんが作ってきれいだねとかで話してもらえるようになったんですだからお花の魅力について知ることができたんですお花があれば多分人と会話もできるし幸せな気持ちにもなれると思うんです以上です。<laughs> ありがとうございました、あのー、農業というのがそういうその花との触れ合いとかそれを通じて人との触れ合いができるあのもう一つさっきも誰か言ってたかな、あのー、子どもたちのね成長の場としてね大事なんじゃないかって誰か言ってたっけあなた言ってたねちょっとその辺を言ってくれるもう少し、はいえっと。食品の面からなんですけど 今、食品、本当にいろんな食品が出てて、機能性にあふれた食品もあれば、本当に先ほどの添加物の話もあったんですけど、食べることで人、人体に悪影響を及ぼす食品もあります、そういった食品がある中で、自分が何を優先するか、例えば保存性を。 優先するのであれば保存料が入っていることは仕方ないことですし、えー、また本当に安全なものを優先するのであれば無添加のものもがやははり体にいいいと思います、えー、そういった自分が何を優先するかによって食品をこう選択する力をいろんな人に身につけてもらうためにも、えー、農業高校で食品を選択した わ食品について学んでいる私たち、私のような人が、えー、っとそ,のそういう、こういうことを学んでいない人に、こう正しい情報を発信することが大事で、えっと、多くの人に知ってもらうためにも、その義務教育で子どもたちに伝えることが大切だと思いました、はい、もう一つね、お伺いしたい、今度は先輩たちに聞こうかな。うん あの子育てしている世代の方々だと思いますけど子どもを育てるときにこの農村とかね農のこう現場っていうのはどんな意味があるっていうふうにお考えですかちょっとあの発言していただければありがたいんですけどえと私はあの残念ながらあのちょっと先ほどは細かくお話ししなかったんですがあの会社員でしたので保育園に預けておりました。 で、週末になるとまあ子供を連れてあの収穫時期だけはハウスに連れて行ってあの一緒に収穫とかさせたんですけれどもやっぱり今のお子さんはあの例えば見学に来てもトマトの子うよく見たことがなかったりとかですね、茎に毛が生えているのを知らないとかまあどのくらい成長するとか本当にあの。 知らないいことが多いんです,、ね、ですからやっぱりそういう面では土と触れ合うことが本当に極端に少なくなってしまっているので、まあ、そ,ういうそういったところではあの子どもを連れて、まあ、いや子どもと一緒に多少あの少しも時間が持ってましたので。 それは良かったと思います、はいえー、私はまだちょっと子供いないんですけども、えー、と自分の小さい頃を振り返ると,、えー、と両親が両親の、えー、実家はどっちも米農家でしたので、えー、とやっぱり,稲刈り田植えや稲刈りの時期になれば手伝いに行きましたしあのすごくそういう小さい頃の記憶が今でもすごく鮮明に残っていてあのやっぱ小さい頃の体験っていうのはすごく大事なことだと思って。 いますそれであのやっぱりその経験があの今自分が農業してるっていう部分にあの結びついていると思っているので私もあの子供ができた時には自分がやっぱ体験したことはさせてあげたいなと思っていてあの積極的にもう畑にも連れて泥んこにさせますし <laughs>、はい、あの何でも興味持ったことには、えー、と挑戦させたいなと思っています。はい 私はサラリーマンのうちの家庭だったんですけれども、えー、広島に住んでました小学校の頃はでも夏休みだけあのさっきの親矢部のおばあちゃんちにずっといるという生活だったんですねそこでセミ取ったりおばあちゃんの姿を見てましたやっぱそういう昔のことが今につながっていると思いますであと我が子のまあ子育てなんですけれどもやはりさっきあのおっしゃってましたけどあの親の背中じゃないですけど全部見てます 売れ残って悲しく持って帰る姿とか、100円、200円を稼ぐ苦しさというかで、朝一も手伝ってくれますし、高一の男子がです、ね、朝一一緒に荷物を持ってくれます、まあ、父親がいない分、荷物を持たなくちゃいけないとか、そういうふうに、やっぱりちょっといろいろ反抗もありますが、いい面も本当にあると思います、やっぱり農業ならでは、いつも見ているっていうのは、一番いいいと思います、はい、ありがとうございます。